ラズバン・ルチェスクは、ルーマニアの元サッカー選手、サッカー指導者。ミルチェ・アルチェスクはジップ。現役時代は GK で、FC スポルトゥル・ストゥデンチェスク・ブカレスト、ナショナル・ブカレスト、ラピド・ブカレストなどで、プレー、合計249試合出場を果たしている。現役最後の2002から03シーズンは、選手兼副会長として、ラピド・ブカレストで、リーグ優勝を経験した。 現役引退後は、フルスの FC ブラショフで、監督業を始める。2004年から2007年までは、ラピド・ブカレスト監督に、就任、3位、2位、4位と好成績を残した。ルーマニアカップでは2005から06、2006から07に連覇を達成し、2005から06シーズンに、出場した UEFA カップでは準々決勝、進出を果たしている。 2007から08シーズンから FC ブラショフ監督に復帰すると、クラブをリーガ1昇格に導いた。その後も好成績を収め、2009年4月29日、ビクトル・ピツルカの公認として、ルーマニア代表監督に任命された。しかし、セルビア戦ではゼロの後の大敗を喫するなど、2010、FIFA ワールドカップ予選の突破に失敗。 その後も、成績不振が続き、2011年6月4日、ルーマニアサッカー協会と契約を解除、退任した。2011から12シーズン、ラピド・ブカレスト監督に復帰、リーグ戦は4位、カップ戦準優勝となり、無冠に終わった。2012年5月31日、あるジャイ主導派の監督に2年契約で任命された。2014年3月、 FC ペトロルプロイエシキ監督に就任するも2014年9月に解任される。2014年、ギリシャのシコダクサン TFC の監督に就任。2017年8月11日、パッチテッサロニキの監督に就任。就任1年目の2017から18シーズンにキペロエラーダスを制覇。2018から19シーズンにはリーグ戦を無敗で優勝し、 カップセントのダブルも果たした。これまで注意に甘んじていたパッチを低迷が続くパナシナイコス FC を蹴落とす形でギリシャスーパーリーグにおける3強の一角を占める強豪クラブへと導いた。2019年6月28日、アルヒラルの監督に就任。2019年7月にアルヒラルの監督に就任すると AFC チャンピオンズリーグ2019では決勝で 浦和レッドダイヤモンズを2000、合計3-0で下して、優勝を遂げた。また、サウジプロフェッショナルリーグ、サウジ国王杯でもそれぞれタイトルをもたらした。2021年2月16日、双方合意の下で契約を解消した。2021年5月27日、2年ぶりにパッチ、テッサロニキの監督に就任。ありがとうございます。